メディア、コミュニケーション、文化というメジャーで教員をやっております田中康弘と申します。よろしくお願いします。我々は学際観って、ちょっと難しい言葉で言いますけど、これまでのその専門の領域を超えていくようなことをやってる先生方が集まってるんですね。で、大きく分けると、メディアをやってる先生、文化を研究してる先生、通訳翻訳を研究してる先生、それからもう一つはコミュニケーションですね。で、言語と社会とかっていう、そういうふうな分野に分かれてまして、ただ我々が共通して持ってるのは世の中全般のことを勉強しますけど、どっちかというと関係性っていうかな、我々ってこう人間というのは多分他の動物と違うのは、いろんなことにこう意味を与えながら生きてるわけですね。その意味ってどういうふうに作られるんだろうかとか、でその意味を解釈しながら我々は毎日生きてるわけですけど、その中でその人と人との関係が生まれてきますよね。その時にその意味の解釈がどういうような影響を与えるのか、あるいは意見が合わないことってありますよね。自分はこういうふうに見てるけれども、いや私は全然違う見方をしてるんだってことももちろんありますよね。そういう中でその関係の中で意見を調整したりってことはありますよね。そういうことを含めての関係です。ですからそういうことを扱っていきます。日々の我々のこの日常がね、要するに今日もあって明日もまた同じことが来て、明後日も同じことが来ると思われがちな日常が、実はものすごくいろんな力が加わって出来上がっているということが分かると思うんですね。多分そこが一番の魅力かなと思います。からいろんなことにこう首を突っ込んで、いろんな本を読んで、いろんなことを考えてください。ただ問題はその先ですよね。で例えば ICU とかに来ると多分言われるのは、僕も特にそうですけど、質問は何なのって聞きます。ですから我々が答えを与える質問をし、それに答えを探してもらうわけではなくって、むしろ学生が個々にどういうその質問を、どういう疑問を持って生きているのかってことですから、そこからスタートしていきます。ですからありきたりな言い方ですけど、ちょっとアンテナを広げていろんなことを考えて、本当にそうかなっていうことをちょっと裏側を考えるような癖っていうかな、癖をつけてほしいですね。それがすごく大学で生かされると思います。これは冗談でもなく皮肉で言うわけでもないですけど、いろんな壁にぶつかってください。でその壁にどれぐらいぶつかったかってことで、多分その先が決まると思うんですね。ですからその壁にぶつかったことを解決できる場合もちろんそれはそれでいいんだけど、そうじゃない場合は一応どっかポケットかカバンの中に入れといて、大学に持ってきてください。でそれを多分大学では皆さんと我々教員が一緒になって考えるっていう、そういうこうインターアクションの中でやっていくような授業を ICU ではやっています。ですからむしろその壁にぶつかればぶつかるほど将来性がある、たくさんのことが将来できるんだというふうに考えてください。なので頑張って壁にぶつかるってことなのかな、それを続けてください。